久保さん昨日ですね、あのライブやってたんですよ。あ宇宙戦艦ヤマト、いいっすね。ディテールが、ディテールいいっすね。<laughs> 僕ね、宇宙戦艦ヤマトをね、あんまり見てないんですけどね、でもあのなんか形かっこいいですね。そう、昨日ライブ、ちょっと、こう3時のおやつって、ちょっといい僕のほうがいいんだなと思って、っ今日もやろうかなと思って3時のおやつ。 で昨日ライブやってたらあのなんだあのブロックがかかっちゃうんですよみたいなねあのお悩みが来ましてまあかっこつけちゃうんですよみたいな久保さんはどうですか別にかっこつけることは悪いことじゃないと思うんですよねねね久保さんもかっこつけますよね ああのすあの昔スーツねあの銀杯の <laughs> かっこいいっすあるねスーツね <laughs> かっこつけるのは悪いことじゃないんですけどなんかそのそれを理由にしてやらないっていうね要 <laughs> はブロックがあるからやらないできない、うん、だったら格好つけんなよっていうね <laughs> まあ結局格好つけても格好つけなくてもやれやいいんでうん 久保さんはどうですかねあのー、どう思いますかブロックがあってできませんっていうなんかまあだから結構ねお金その商品をまあ僕はね商品作って売りましょうっていうこの教えてるんですけどもやっぱり今までその商品を作ったことがないセールスをしたことがないであとそのおかお風呂ですね あのお金をその稼ぐことは悪いことだみたいなすり前もなんかそうだすり込みだなんか親からのお金が悪いことってすり込みがあってなんかうん、な,なんかみたいなねそうお金を稼ぐことは悪いことみたいなお金儲けしてるやつは悪いことみたいなねどうでしょうかあなたの会社がお金儲けしなかったらあなたの給料発生しないんですよあなたの会社が売り上げを 上げるるために考えるあなたの会社が売り上げを上げるために試作するあなたの会社がうう売り上げを上げるための経営戦略、えー、生き残る戦略をしなければ潰れますよ給料ないですよリストラですよあなたが考えなくても会社は考えてますってか会社考えないときゅ売り上げ上がらないんで給料発生しないですよって話でうんだからその やっぱ僕はいろいろ勉強してきた思う、やってきた思うことが、やっぱみんな考えてないんですよね、深く。うん。深く考えてないですよね。うん。そもそも、そもそも、深く考えれば、そもそも論が分かると思うんですよ。そもそもみたいなね。いや、そもそも待てよと。<laughs> あなたの会社が、いや、これ本当に、本当じゃないですか。ね。 売り上げどうでもいいっていう会社で働いてたら潰れますよ多分 <laughs> ね時代の流れが変わってねうわうちの会社はこれで売るんだみたいなね時代の流れが変わって商品サービス売れなくなったらいやうちの会社はこれでいいんだとうちの会社はこういう,ようなんだみたいなねどんどん潰れますよねそう時代は変わるわけですから消費者のニーズも変わるしねうんそうだからそれは変化していかないといけないしだ変化できない会社はきついでしょうね うんまあ、一部の会社はそのね何だろうな例えばあの一蘭とかもうずっともう同じラーメンずっと売ってるんですけどねでもそれは一つのラーメンを売り続けるためにどうすればいいのかっていうのをあの製品の品質あのフランチャイズでしたとしても味が落ちないようにする努力だったりとかまあそれしてるだろうし <laughs> だからラーメン屋さんで一蘭って僕すごいと思うんですよね もうラーメン一択なんであそこ塩ラーメンとか味噌ラーメンとかなんか醤油ラーメンとかないんですよもう一蘭の豚骨ラーメン一択なんで <laughs> あれすげえなと思うんですよねうんでもね一蘭はどこのラーメン屋、まあ、広島にも一蘭あると思うんですけどどこの飯どこで食ってもあの味なんですよだからすげえなとだから吉野家とかもそうだしマックとかもそうだしまあ マクドナルドはいろんな商品出しますけどね秋になったチキンバーガーとかまあいろいろ戦略いろんな出してきますけどうんお風呂割きま,ましたねそう生き残っていくためにはね変化しないといけないし考えないといけないし変化しないんだったらうん味を守るっていう、うん、努力をしないといけないし、うん、考えましょう いろいろと <laughs>。で、いろいろと考えて、考えて、いや、考えたらできないんですよ、みたいな。じゃあ考えんな、みたいなね。<laughs> やらなかったらダメですからね、結局は。本当に。うーん、何なんでしょうかね。まあ僕からすると、やらない理由をただ述べてるだけかなと。要は、逃げてないようで逃げてる。うん。 逃げる逃げ,逃げて、逃げてる、実際に、やらないっていうことから逃げてるんだけども、あの逃げていることを正当化したい。逃げていることをそれを立てつけにして、えー、逃げてるって言いたくない。多分全部逃げてるんですよ。<laughs> 結論。その逃げを、うん、そう言いたくないから。だからそういうかっこつけですよね。かっこつけ。それも結局。う そう俺は逃げてない。こういう理由だから。みたいなね。そう,こう。これがあるからできない。みたいな。まあいいんですけどね。その人の人生だから。別に関係ないんだけど。うん、まあ僕は教えてる身分なんで、うん、まあそれをこうやれば解消できるよと。そ,そうすればこうできんじゃないかなって。いろんなアドバイスはするんだけど。うん、まあ本来であるならば、 それらは自分で解決しないといけないんですよね。教わってどうのこうのじゃないんですよ。自分で深く考えて自分で問題解決しかないと、だ自分の人生ですから。うん、結局、人から教わったことより自分で学んだことの方が学びなんですよ、うんあ。教わるってことはあくまでもヒントで、自分で考え出したものが人生の答えであると。うん、思いますね。だって、 自分の人生の答えって自分しか出せないじゃないですか。他人が出すもんじゃないんで、うん。自分がどう生きたいのか、自分がどこに住みたいのか、自分がどんなことやりたいのか、自分がどんなものを欲しいのか、それ自分じゃないですか。宇宙船か山と欲しい。それ自分、久保さんはそう欲しいって、俺、僕は欲しくないんで。それが、それが人との人生の違いじゃないですか。久保さんは宇宙船か山とか欲しい。僕は欲しくない。僕はすぐはみ勝ったと。え、それが人それぞれの人生じゃないですか。 欲しいものも違うし、趣味、思考も違うし、うん、女性のタイプも違うだろうし、他人がね、この女性いいよって言って、あなたはその女性と結婚するんですか <laughs> 他人がいいよって言ってもね、タイプじゃなくても結婚するんですかどうすか自分が好きだなと思う人と結婚するんじゃないですかそれが自分の人生ですよね <laughs>。だからね、まあこれあんまりね、動画で、まああんまり触れ,触,触,れ触れられないあれですけども、 天皇とかの男で生まれたの大変だと思いますよ。うん。本当にに多分ね、まあ、その天皇のこのあの流れの中で、多分で絶対あると思うんですけど、あの自分が好きだなと思う人と、うん、結婚できないっていうのは、多分歴史上はいっぱいあったと思いますよ。あの俗柄でね、あのいや、いやそれは無理だみたいなね。うん だからそのね家計のその建て前上がありますからねあなんかいろんな悩みあの葛藤はいろいろあったんじゃないですかね歴史上天皇のこの、うん、そう本当はこの人好きなんだけど家柄でどうのこうのっていうのはもうねあるでしょうね。うん まあお,金にお金に困るってことはまあ100%ないけども他の人が持ってない悩みっていうのは重い悩みっていうのはめちゃめちゃあるでしょうね。うん。多分天皇でも悩みはあるし。うん。そう。だからそれに比べると僕たちで自由じゃないですか。選、う、択、ん、もいろいろできるし。 うんだああ、選べるし、世の中には選べない人もいるんですよ。そう考えると、一般人って超楽っすよね <laughs>。一般人ってね、超楽だなと思いますけどね。ありがたいですね。はい。感謝ですよ。一般人でよかったなと。はいってらっしゃい。